トベが打ち出した驚愕のスタッフ募集。平野翔が求める究極のプロ意識とは全米進出を果たしたトベの次なる挑戦。平野翔が望むスタッフの進化とはトベは新たな挑戦と成長の現れとして、スタッフ急募の告知を行いました。トベ社長の滝沢秀明氏が先月31日に自身の X、旧ツイッターでスタッフ募集を呼びかけ、 業界内外の注目を集めました。この募集は会社の成長を示す象徴的な一歩であり、その背景には平野少子の強いプロ意識が存在します。今年4月にアメリカの音楽フェスティバル、コーチェラ2024に出演し、デビューシングル GOAT が全米の iTunes 総合チャートで10位にランクインするなど、トベのアーティストが世界で成功を収めています。しかし、その裏側には、 従来のスタッフ構成に対する改革の必要性がありました。平野氏は、戸部に合流するにあたって、以前の環境を一切断ち切り、新たな挑戦に向けた強いプロ意識を持っています。彼は自らの成功だけでなく、すべてのスタッフにも同様、あるいはそれ以上のプロ意識を求めています。今年に入ってから、平野氏のマネジャーや担当者が変わったという事実は、彼の厳しいプロ意識の表れです。 タイロを断ち切り、世界で活躍するための高い期待がスタッフに求められているのです。滝沢社長自身もその意識を理解し、スタッフの専門性と熱意を高めるための体制を整えようとしています。これにより、トベは盤石なプロフェッショナル集団として成長し、アーティストやスタッフの士気を高めることを狙っています。トベの成り立ちは滝沢市の広範な業界人脈によるところが大きかったため、 これまでのスタッフは一枚岩とは言えない部分もありました。しかし、今回の募集により、より一体感を持ったプロフェッショナル集団を形成することが目指されています。このような体制強化により、トベはさらなる進化を遂げ、全米進出を皮切りに世界での活動を本格化させていくと思われます。このプロ意識の向上とともに、アーティストの個々の才能と専門性が光る場を提供するというビジョンが、 トベの未来を明るく輝かせることでしょう。平野氏の歩みは、トベが掲げる理念そのものを体現していると言えます。彼のプロ意識は単なる自己鍛錬にとどまらず、周囲のスタッフにも波及効果を及ぼします。自己鍛錬の象徴として、彼が何度も言及する言葉、世界を目指すというフレーズは、彼の決意と覚悟を如実に物語っています。その覚悟の裏には、 世界規模での挑戦を共に乗り越える仲間を求める強い意志があります。トベは、こうした平野氏の思いに応じる形で、より高い専門性を持ったスタッフを集め、組織全体のプロ意識を向上させようとしています。この改革が成功すれば、トベは単なる音楽エンターテイメント企業の枠を超え、真のプロフェッショナル集団としての地位を確立するでしょう。さらに、平野氏の成功とともに、 多くのアーティストがトベの下で成長し、新たな輝きを放つことが期待されています。トベの未来は今まさに形成されつつあり、その歩みは平坦な道ではないものの、確実に新たな時代を切り開いています。そして、今回のスタッフ募集を通じて、新たな仲間と共にさらなる高みを目指す姿勢は、多くの人々に影響を与え、共感を呼ぶことでしょう。果たして、 トベはどのような進化を遂げるのか。そして、そこに参加する新たなスタッフたちは、どのような役割を果たしていくのか。その未来に対する期待と興味はつきません。トベの挑戦は、エンターテイメント業界全体への挑戦でもあります。その一つ一つの試みが、新たなスタンダードを築き上げていくことになるでしょう。平野氏の強いプロ意識は、トベ全体の精神的柱となり、 アーティストやスタッフたちの心に刻まれていきます。未来に向けたこの一歩は、単に企業の成長を意味するだけでなく、業界全体に対しても刺激を与えるでしょう。多くの企業やプロフェッショナルがこの動きを注視し、共に新たな時代を築いていくことを期待しています。新たな時代へ向かうトベの挑戦、その一端を担うスタッフとして、 あなたも、その歴史を共に刻むことができるかもしれないのです。戸部のスタッフキューボは、単なる人員補充の枠を超えた意義深い動きとなっています。背景には、平野少子が世界を視野に入れ、従来の境界を超えた挑戦を意識している姿勢が見受けられます。この姿勢は、単に自分自身の成長や成功を目指すだけでなく、組織全体のレベルアップを促しています。まず、 平野氏が持つプロ意識の高さは、他のアーティストやスタッフに対する刺激となり、彼らのプロフェッショナリズムを引き出しています。このような環境では、個々の能力やスキルがより一層重要であり、それらを支えるスタッフの存在は不可欠です。滝沢社長もその重要性を認識し、組織全体のプロ意識を高めるべく、新たなスタッフの募集に踏み切りました。これは、単なる人員の補填ではなく、 専門性と情熱を持った新たなメンバーを迎え入れるための重要なステップです。平野氏が戸部に加入する際、彼は既存のすべてを捨て去り、一からのスタートを切りました。この決断は彼の決意と覚悟を如実に示しています。彼は全身全霊で新たな環境に飛び込み、自己鍛錬を続けています。その姿勢は他の全スタッフにも波及し、 彼らも高い意識を持って業務に取り組むようになりました。まさに、平野氏のプロ意識は戸部全体を引っ張る原動力となっています。このような環境を整えるために、滝沢社長は自身の豊富な業界人脈を活かし、的確な人材を集める一方で、今回の急墓により新たな風を呼び込もうとしています。これまで一枚岩ではなかった組織を、より強固な一体感を持った集団へと変革するための挑戦です。 プロフェッショナル集団としての一体感が高まることで、トベはさらにその存在感を強めていくでしょう。また、平野氏が世界を目指すという言葉を掲げていることからもわかるように、彼は単なる国内の成功に満足することなく、常に高みを目指しています。そのためには、スタッフ一人一人の努力とプロ意識が不可欠です。彼は自らの挑戦に対して全力を尽くす一方で、 周囲のスタッフにも高い期待を寄せています。これに応えるべく、スタッフは自分の役割を全うし、共に目標に向かって進んでいくのです。トベは、平野氏のようなプロフェッショナルが集まる場であり、その中で彼らがどのような成果を上げていくのかは、大いに興味を引きます。平野氏の例に限らず、他のアーティストたちも同様のプロ意識を持ち、より高みを目指しているのでしょう。これにより、 トベは単なる企業の枠を超えたプロフェッショナル集団として、その存在感を強めていきます。今回の急募は、平野市の強いプロ意識を象徴するものであり、これに応じる形で新たな仲間を迎え入れることが目指されています。これには、トベの未来を共に切り開くという意識が込められています。そのためには、単に業務をこなすだけでなく、高いプロ意識と専門性を持って取り組むことが求められます。 新たなスタッフが加わることで、トベの組織力はさらに強化され、より一層の成長が期待されています。トベの挑戦は、今まさに始まったばかりです。その進化の過程で、新たな試みや挑戦が続々と行われることでしょう。この動きは、エンターテインメント業界全体にも大きな影響を及ぼし、新たなスタンダードを築くことになる可能性があります。 平野氏のプロ意識がトベ全体を引っ張る原動力となり、その影響は計り知れません。そのため、これからも目が離せない存在となるでしょう。エンターテインメントの未来は、こうした挑戦と改革にかかっています。トベがどのようにして新たな時代を切り開いていくのか、その動向を見守ることは、多くのファンや業界関係者にとって魅惑的な関心事となっています。そして、新たなスタッフとともに、 未来をどのように作り上げていくのか、その過程には多くの期待と可能性が詰まっています。その期待に応えるべく、トベの活動はますます活発化し、さらなる高みを目指して邁進していくことでしょう。これからのトベの未来に向けて、新たなスタッフがどのように組織に貢献し、どのように成長していくのか、注目せざるを得ません。そして、平野市のようなプロ意識の高いアーティストがさらなる飛躍を遂げることで、 トベの存在感は一層増していくことでしょう。未来への期待と興味が交錯する中で、トベが描くビジョンはどのようなものか、その奇跡を見届けるのは非常にエキサイティングなことです。